はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、ちょっとね、一番くじになっちゃいます。いや、あのね、いや、実を言うとね、前回の動画で一回一番くじをやってやっちまったなっていうのがありましたよね。はい、実はそこの店舗ね、残りが20個だったんですよ。20個、21、2個ぐらいだったんですよね。なのでラストワン狙いで全部買っちゃってもよかったんですけど、ちょっとね、まあその後に秋葉原行く予定だったんでね、秋葉原でなんか欲しいものがあったら買おうと思ってたんで、まあその場ではね、一回泊まりで終わったんですけれども、実はですね、その帰りに夜ですね、まあ友達店舗行きましたら、ちょっと減ってたんですよね。で、しかもね、それがね、うまいこと残ってたんですよね。何個残ってたかっていうと、10個。なんとね、ラストワンまで10個まで減ってたんですよ。いや、誰かが半分くらい引いてくれたみたいで、いやー、まあその中にね、実はトランクスやったんですけど、もうトランクス引かれてましたね。もうなくなってましたけど、トランクスと結構上位賞が残ってたんですよね。うん、で、まあとりあえずね、残り店員さんに聞いたら本当ぴったり10枚って言われたんでね、6500円かと思って、じゃあ全部買いますって言って、買いました。はい、まあ、その結果ね、はい、もちろんラストワン、はい、これはゲットしちゃうよね。全部買えばね、はい、ラストワンゲットできました。これだけでも全然嬉しい。うん、じゃあ、あと残り10個、10個の、アソートがどうだったかっていうのをね、ちょっと、紹介していきたいと思います。はい、はい、ということでね、紹介していきたいと思いますけれども、まあね、見てわかる通り、今までの結果です。はい、色紙当てんのはいいけど、色紙で未だにこれ以外の色紙が出てないっていうね、このトリプルコンボ、これはないよね。まあ、前回の、まあ、まず最初に2枚出て、で次に小皿が出て、で、昨日1回やったらまた、同じ絵柄が出て、ありえないよ。天文学的数字になるぜこれ。宝くじ当てられるんちゃうっていうぐらいの確率ですよ。まだこれ以外の絵柄が出てないっていうね。うん、っていうことでね、じゃあね、一番解消の小皿がね、まあ、いくつあったかっていうと、まず、一つ、はい、まあ、最初は小皿がすごい欲しくてね、やったんですけれども、小皿が1個、はい、2個、3個、以上です。はい、小皿が3つ当たりました。はい、まあ、これはね、開封、みんなと一緒にね、開封して確認していきたいと思います。まだトランクスがね、出てないんでね。それを狙って開けたいと思います。まずとりあえず、何が出たかっていう紹介を、今日はさせていただきますんでね。はい、続いてが、H か、色紙ですね。色紙ですが、一つ、はい、まあ、まだ開封はしてませんからね、これもみんなと一緒に開封していきたいと思います。これが出たら笑っちゃうけどね。はい、で、2つ、はい、で3つ。はい、以上、色紙は、3つでした。はい、いや、これもね、ほんとまだね、狙いのものが出てないんでね、
ちょっとこれもね、おいおい紹介、開封したいと思います。はい、で続いてが、G 賞ですかね。 G がね、もうこれがびっくりしたことに、あのこの絵柄しか残ってなかったんです。俺一番いらない、いらないって言ったらあれだけど、うん、あのこれ以外の2つが欲しかったんですけど、もうこれしか残ってなかったんですよ。悟空、59、これしかなかったんでね、もう選べなかったんですね。はい、まあ G 賞これ1つ、はい、以上。実はね、まあ解消という解消が以上なんですよ。で次の章、なんとね、余ってたのがじゃじゃじゃんとね、ゴーテンクス残ってたんですよ。スーパーサイヤ人3のゴーテンクスが、上位賞が残ってたんですよ、まだ。いやーこれはね嬉しかったね。ゴーテンクス欲しかったんでね、いやーこれは嬉しかった。で、まあまだ残りはありますんで、はい、じゃじゃんとね、ベジータフィギュアも残ってたんですね。すごくないですか、この残り。最後の最後で 運をね味方につけたんですよ。今までの不運をね払拭するかのような、すごい残り方してたんですよ。はい、ということでね、まあそれが、まあ今回、こんな感じでね、ちゃちゃんとね、なんと A 賞も残ってたんですよ。これすごくないですか。残り10個でこの残り方ですよ。ほんとね奇跡的な残り方ですね。いやもうほんとね、こう解消が H3 個、あ、H3 個、 I3 個、 G1 個で E1 個、 B1 個で A1 個でラスト1っていう感じでね残ってたんですよ。だから6500円、6500円で、フィギュアが4個手に入ったっていうね、この最後の最後でかます、この私の、ある意味の強運。今までの不運を溜め込んで放出する型なんだよね自分は。まあなのでね、こういう出し方をするんですよ私は。今まで不運を溜めて溜めて、一気に出すっていうね、これが私です。はい。これはねはっきり言ってね、まあ動画的にはもう悪い評価がすげえつくと思うんですけど、まあそれはもう妬みとしてね、受け止めますよ私は。まあ、大体そういうね、悪いねの評価は大体妬みの悪い評価ですからね、そういう方はそういういるとはねしょうがないです。はい、まあね人間妬みはね、必ず持ってるんでね、その感情を悪いねとしてね、評価するのもまあ一つですからね。はい、これでいいねをしてくれる人はね本当ね大物になりますよ。はい、人の 不幸をね結構喜ぶ人がいる昨今、人の幸せをねちゃんと応援してくださる方っていうのはなかなかいないですからね今の世の中。うん、だからこれはね、いや自分的には嬉しいけど動画的にはクソつまんねえって思うかもしれないけどね、いやーもう本当申し訳ないっていうぐらいの、大当たりでしたね。はい、まあいやこれはね最後の最後で大逆転できて本当嬉しいですね。はい、でまあ一応開封としては、ラスト1と A 賞
こちらをね、あと印象のゴテンクス、こちらを開封します。ベジータはね、開封はしません、まあ、特にベジータを狙ってたってわけじゃないんでね、これはちょっと開封せずに置いとく感じで、であとは解消をね、皆さんと一緒に開封していきたいと思います。とりあえずね、今回は、ちょっと出たものの紹介ということでね、終わらせていただきますけれども、次からはね、開封動画ということで、紹介していきますんでね、もしねこのチャンネルを見てね続きが見たかったら、チャンネル登録お願いします。あとね、心の広い方、ぜひねいいねボタン押してください。ということでね、今回の動画は、以上とさせていただきます。ご視聴どうもありがとうございました。